お疲れ様です。今日最後こちら限界突破ゴブリンドリルやってきます。さあ先日ね登場しました進化ドリルを、まあ、今日も使っていこうと思うんですけど、結構ね評価が分かれております。俺的にはもう本当に壊れです。はい、普通にぶっ壊れカードだと思ってるんですけど、意外となんか人によっては対処しやすくて弱いみたいな、まあ多分デッキとかでもよるのかなと思うんですけど、結構分かれてます。はい、なので俺視点は超強いんでおすすめはしてるんですけど、はい、まあ、弱いって感じる方もいるそうで、まあ、性能は、サイクルが2なので3回に1回進化しますと。で HP がね3分の1に減るごとに新しくまた潜り直すよっていう性能ですね。なのでまあ3回登場ダメを相手のタワーに絶対当てれるのはちょっといいところかなと思います。まああとはゴブリンとかで処理するのも難しいね。あの3回ニョッキされるとね、そのゴブリン系も溶けちゃうんでっていう感じかな。さあボムの相手もドリルですね。いや明らかに強いと思うんですよ。だからその別に喧嘩売るわけじゃないんですけど、あのどこをどう見たら弱いってなんだっつってあの思ってはいるんですけど、わかんない。3日ぐらいしたら俺も何か強いんだっつって言ってる可能性もまあないことはないんで、今はまだね、まあ対処に慣れてないからっていうのもあるかもしれないんですけど、ぶっ壊れです。まあ3回に1回なんでね、早めに投げちゃいたいな。さあまあ投げまして、ボムタワーあったのめんどいなねえ。これファイスピ入ります。はい、でかい、いやでかい、はみ出ろ、はみ出はしない。まあウッド使ってもいいか。でゴブリンで拾いますか。さあ次進化です。でなんか言われてたのはあれだな、そのゴブリンドリルを進化させると通常時のゴブリンドリルの位置がなんかエフェクトかなんかでバレるみたいなっていうのをコメントで見たんですけど、どうなんでしょう。まあなんかバグ的な感じなのかな。まあこれは強いですけどね。はい、でこれだけで強い。3段階ありますから、ね、はい、止まんなくない？ウッドだって3発いるぞ。死亡時にゴブリン2体はね安定で出てくるんで、マジ強くない？だってこれを完璧にさ防ぐことができないっていう、なんかスケルトンラッシュ的なね、その頑張っても絶対ダメージ入っちゃうみたいな、運良くて200ダメに抑えれるぐらいな、明らかに壊れな気はしてるんですけど、よいしょ。あと2回かな。相手のドリルもまあ嫌ではあるけど、相手はロキホーが進化だった。さあいってらっしゃい。ドリル飛ばしまくってポイズン打って、次ね、次の時に、まあ、フルブッパできたら強いよな。マジファイスピとウッドとかでいいや。さあ行きましょうか。やばい、絶対強いんだよな。でこれ位置をちょっと選べるんで、なんかこれで面白くしたりとかできんのかな。なんかねちょっと相手してんだるそう。え、そこに出たら次ってどこに出んのみたいな。まあ覚えることはできるけどね。はい、ファイスも入ってドリルもはみ出てみたいな。強くね、こうやって弱いん。なんかわかんねえ、なんかもうなんかバグってくるよな。最近ゴブリンマシンとかもいたりしてさ、激弱な、なんだろ、ISTとかもいるけど、麻痺してんのかな。どう考えても強い、強いとは思います。はい、飛ばしまくって本当に呪文打つ、シンプルイズベスト的な性能じゃない、もうドリルは。ただただ投げて呪文打っとけば相手視点回避難しいんでね。あー、めっちゃ来た。吹き矢もさよならしたい。いいね。さあ吹き矢もいたんで、まあアウトロー活的な感じかな。
陸行きが多いと、まあドリルのさすりがちょっと悪いって感じですかね。あの好きだもんな。わかんねえな。ファイスピまで行きます。進化ドリルの時に基本的に相手はね結構の数で防衛しないといけないと思うんで、ポイズンとか打っちゃいたいね。キア嫌だな。まあこれははい、さよならして。ダイナマイトゴブリンも地味強なんでね、端前プリンケアしてズレてんで温存しますか。これさあもう行っちゃってよかったりしない。やれやべ、なんかポイズン打つとか俺言ってなかったっけ。ポイズン打つとか俺言ってたよな。いやマジ打っとけばいいんですよ。そのなんで打たなかったんや。やべ、いやでもずれてんな。これファイスピだけとかでもよかったっすね。痛いね。さあなぜか相性が良さそうっていうとこではあるか。まあ3回かちょっと遠いよね。これファイスピと、あー位置ずれてんな。もう一回毎回位置ずれてんのちょっと助かんの。ないといないんで、さすがに。なんか、吹き矢プリンセスの枯渇なんだな。待って、いこう。さあ、俺、早く進化させたいんでね。もうこれめんどくさいんで。ゴブリンとかハイスピとかいるとね、意外と守りやすいんで。バレる。ウッドも適当に裂いちゃう。さあここです、私の本命。強いよこの進化テスラ。いきます。ここに飛ばしておくのは安牌だよな。でもポイズン打ってあとは祈りです。2700ぐらいからね、どんだけ削れんのって話ですよね。いやこれむずいよな。打ってもどのタイミングで打つのが最適か分かんねえしさ。ああいや、もう壊れっすよ。え、しかもなんかね、基本的にドリルは回転早いんでね、すぐ回るしな。ドリルが無限に。おい、明らかになんかバルキリーとかで対応されてもなんかドリルがくるくる回ってそんな入んのっていうぐらい入ってたんでね、明らかに強いとは思うんですが、うん、皆さんの意見も教えてください。まあボーラーとか引くとまずいかもね。うん、あれっつって俺のドリル進化してねえじゃんってなっちゃうかもしれない。まあ言うてね、なんとかなりそうだけど。インドラーしょっぱいね。新鋭対インドラか。バルーンとかかな、わかんない。え、ママーンが、ママーンがちょっとめんどいね。さすがに延命するか。新鋭対ね、いやこれナイトだけ取って、うわロキコミンのか。ダイナマイトゴブリンが止まんないはず。やめて、タワーまで行け。やっべ、メグナイトおるやん。話がちげえぞ。これインドラ来たら終わんな。やば、天の際の柳波来てる。こわー親衛隊なんだこれ。メグナイトインドラロケコマンマン。いやまだまだサイクルは遅いんで、そうこういう結局メガナイトとか持たれていたとしても、あなたメガナイト裂いた後の次のドリルが間に合わないよねって話なんですよ。でここはメガナイトが回るんですか。手がくわかんないです。一旦
やめがないとやだな結局やだな。おお、いっぱいいるね。いやこれドリル飛ばすタイミング結構むずいね。なんか持たれてんのに飛ばしたくないもんな。進化通常時だったらさ、まあいいかなみたいな。左の方が入っちゃった。まあ棒ポイを張るっていう未来も、これマジで強い。やば、なんか後ろから一瞬垂れ流されてマックスドラゴンで攻めなきゃ。せめてリズム作るか。深夜一体抑えてくれたらさ、そのタイミングでちょっと行きたいんだよな。一生暇してる。行っちゃってみたりもありか、暇だし。いやでも結局これがはみ出て入るもんね。よしよしよし。でダイナマイトゴブリも入るし。よしよしよし。いや強結局ね。いや耐えれるよ。でかいです。ダメージはね逆転しました。この相手が攻めたいぐらいのタイミングでね、俺もドリルでちょっかいかけて、まあ負け筋はねインドラがぶっ刺さることとかかな。あとロケホがぶっ刺さること。20秒ぐらいね。おぶね、なんかママが記念にドリル行っとこうよ。いやー強いんだよな。結局死亡時にさドリルがねゴブリンを2体出すとかの性能変わんないんで、それがなそれがな、いつ打っとちゃいなってなるんでね。どう考えても強くある。おあるぞ。ああ久しく出てねえな。まあデメリットとしてはね、まあ相手のユニットが溜まっちゃうとかですかね。メガナイトとかゴーストとかダックプリとかが。ふざけんな。トルネあったら緊急じゃないかい。まあ、ディガー削りね。まああとこのねドリルの位置がバレるみたいな言われてますけど、これバレてんのかな。あーバレてんのかな多分。エフェクトみたいな。おおマジアチャオールブレイカーかもねこれ。マジアチャ来んのかな。あーめっちゃ来そう。怖っ。いやバルキリースケさすがにマジアチャか。ディガーオールブレイカーね。いや違うコウモリいたからマジアチャいねえやつだ。よかったっすね。まだポイズン削りとかが嫌だったりします。うわシャレてんな。いや高回転オールブレイカーね。まあ、プリンセスタワーが帰ってきたからこそのデッキかな。いやこれドリル飛ばしてさバルキリーいんのやだな。スケコウモリめっちゃ回転速いぞ。本命は右ですか。あもうこれ使ってくれたんで
コウモリがやばい。相手はディガーをね裏に飛ばす癖がありますね。まあ、一応これスケぐらいのケアでちょっとだけいこうか。うん、右と左デリバリーや、熱っ。デリバリーってことは、いや熱いのかどうだ、ちょっと刺さりやすいかななんて思っちゃったり。マジ回転早すぎない？いやばい怖い。さあ来たよ、これ強すぎん。でまあポイズン打って適当に、あとはまあ祈りだよね。でデリバリーなんで普通にドリルのボイドあるってたけど。いやーでね、この後ろにね下げれるんですよね。この下げれる、まあ狙ってるわけではないんですけど、ね、ドリル3回出てだんだん後ろに基本的に行くから、通常の前にね出すと今みたいなね手前のユニットが入るんですよね。えぐくない？気づいたら2000ぐらい入ってるもんな。そんなつもりなかったのに。うん、っていう話ですよね。まあ、コウモリが負け筋か。いや強っ。いや明らかに強いんだよ。さあゴブリンがはみ出てはみ出て、グッドゲーム。いや新型ドリルやばくない？緊急火砲クラスじゃないかな。まあもともと俺ドリル好きなんでちょっと寄ってるのかもしんないんすけど、意見もしかしたらね。全然そんなつもりはないんですけど、まあ好きな子が何してても可愛い論ですよね。はい。ドリル別に緊急確保されても強えって言ってるっていう、この。いやーいいね。まあ一旦飛ばしちゃったりしちゃってもいいか。ダークプリがいるかなーと思いますね、これ。少し前でもないけど、一瞬話題にはなってた。ゴブジャイ、ボイド。嫌な目だったっけ。さあ通常時、まあ、ドリルやダイナマイトでこんだけ削れてるんでね、もう進化飛ばせたら余裕っすよね。ダイナマイトも便利です。わあそれまずいな、これやばいっすね。いやまあでもカウンターが、いや思ったより入っちゃったな。ちなみにダクフリマジでいます。ボンバーもいんのか。いやボンバーしばいてくんねえかな。よっマジしばいてるよ。ナイスナイスナイス、でかいぞ。いやダークプリ嫌だな。まあでもボイドなんでこの辺にねナイトとかも出して警戒できれば突破されないはず。そして次進化ドリルね。だからダークブリいないかも、ね、出てこないんだけど。そんなことあんのかな。行っちゃうかな、めんどくさいし。この辺でもポイズンで一緒に、うん。いやマジで気づいたら暴れてるわ、やばくね。そんな削れるっていうぐらい削れてはいる。いやーマジで鉄壁だ。進化ゴブジャイもな、強い強いんか。俺的には微妙だったけど強いって言われてるし、結構殺菌のねよいしょ評価がバラバラで、なんか怖いな。
いや、いい位置のボイズスキル。お、何かが届いたようだ。まずいですね。一旦一旦ちょっと耐えるか。ボーポイ張っちゃう手堅い立ち回りで、進化テスラもあります。いや、これダイナミットゴブリンすんやさあドリル進化回すの遠いな。まあでも適当にいってファイスピーとかもいるとね、事故りやすいっしょこれ。入るぞファイスピー。はい、でポイズン圏内ですねチンパンドリル。さあ危ねえ。さあめぐみんさんね、よろしく。いや、まあもっとドリルは流行ってもそうなんですけど、どうだろう。ザップボンバー、ラバとかかな。ザップボンバーか。おー、なんだこれ、スケブなんだミニペ、あースパーキーか。ミニペッカとかもね、ドリル単体だったらさ、意外と優秀な受けになると思うんですけど、進化ドリルとかになってくるとね、ヘナチョコになりそうだよな。これ無視かもね、ワンちゃん。怖っ。守れるかな。いや、ナムザップの可能性が高いよな。でもどう考えてもライトニングより。いや怖っ、このボンバ。逆サイがものすごい来そうではあったが、間に合い、間に合ってんのか。際どかったがさ、耐えることには成功ですね。買ったくせえかこれとことんとろあげましょか。メガゴーミニペ、懐かしいゴーレムですね。これもまただいぶ昔に使われてたイメージはあるが、ライトニングとかない限りね、ヤナメザップだともう何も突破されないんで、これ痛いね。まあ一発で済むんだ。でか、アーメンとかして、なんかエリババとかワンチャンみたいな、いねえか。いや、もうダイナミットゴブリンアホっつうんだけど。実はエリクサもいっぱいありますよと。強えな。進化ドリルの出番ないっていう全然進化ドリルね、守りで精いっぱいすぎてさ、暇なんだよ。進化ヤナメ、進化ザップヤナメ的なね。さあこれパルスが強い、ハーイも強い。やば。さあ記念にね、なんかドリルどうなんだろうな。防衛でも強いのかな。なんか通常のドリルだったらね、困った時に防衛で全然使うと思うんですけど、進化ドリルを防衛に使おうってなるかな。もったいなさすぎて。守れんのかないやでも防衛めっちゃ強いか。3回出現ダメージで相手にちょっかいかけれるし、ゴブリンアホみたいに出てくるし、施設としてね誘導できるんで、もしかして防衛の方が強かったりするのかな。ちょっと試してみたいな、防衛ドリル。まあ、なんかユニットの位置がコロコロ、ユニット、ドリルの入ってくる位置がさ、コロコロ変わるからさ、それで釣れたり釣れなかったりのなんか事故が怖いな。これエリゴレの匂いがします。はい、
なんかダガーガールって今エリゴレデッキでの採用率がね一番高いんですよ、個人的にではあるんですけど。で今のエリゴレはウィザードスケートレイジが入ってます。はいこんにちはダルピンクニキア、いやまあボイドっすね。逆来られるの安いんな。いやまあ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 テスラとポイズンで止まるだろ、こんな止まってくんねえと負けるしな、さすがにねちょマジでエリゴレ多いの意味わかんねえな。さっき世界上位見たらさ1位2位がエリゴレだった気がするんだよそんなことある？いやーだがーなー、やだな。まあスケキンにね俺弱いんでドリルは、まあ基本的にスケキンいない時に決めに行きたいかな。まあヤンダーメとか来たらうとうかな。さあ守れるかな、怖すぎるなこれ。いやポイズン強いがなんですよ。進化ウィザード怖かったり危なかったりします。ぶっ飛びすぎじゃね。やべえなんか恐ろしい。ウィザーだけ飛ばしたい。いやでけえ、これが神相性ってやつですかちなみに、いやー打たない方が良さそうだよ、打ってもいいけど打たなくてもいいみたいな。削れねえな。でもいって、いやすぎる。しかもダガーだからさ、ちょっかいもかけるにかけれねえんだよな。本命は右と左どっちなんだろうね。いやでもテスラフ行ってこいよ。でダイナマイトゴブリンまで添えて本気で、いやこれでも一応ポイズ打っとくか。いやいいよ、スケキンこっち来てる。いやマジで止まんねえな。でもう一回いやで全部後ろに行くんだよね、これすごいな。でまとめてポイズンで回収できるのか、あ強くね最強じゃね。はい高めに出しすぎてちょっと怖くなってくる。なんかウィザードにビビってボーポイ張った。いやめっちゃいいボーポイした。テスラテスラテスラー、ほいエリゴレも成敗しなきゃな。入りすぎてんだよね、よろしくね二段ほい、気持ちいい、強すぎ。いやマジエリゴレ極めたら今シーズン世界一いける可能性ありますよ。この人はエリゴレです。この人もなんかエリゴレだったんだよな。世界ワンツーエリゴレです。というわけでさ、進化ドリルですね。はい。個人的にマジ強いんですが、なんかたまに、なんかまあ硬いユニットばっかいる相手とかですかね。なんかゴースト、ダークプリ、プリンスみたいな、なんかそういう相手にはちょっとさせが悪い可能性はあるんですけど、まあドリル自体ね、はい、ものすごい強いカードなんで、
個人的には使うの、はい、結構おすすめはしてます。まあ、流行りのね、エリゴレもしばけますんで、皆さんぜひやってみてください。チャンネル高評価もお願いします。ではお寿司したまたに、ね。